こんにちは、岩間よい子です。今日は Apple ID のメールアドレスを変更する方法をご紹介します。 Apple ID に登録しているメールアドレスがキャリアメールだったり、今はあんまり使ってないようなアドレスになっている場合は変更することができます。 Apple ID のメールっていうのは、この Apple ID にサインインする時の ID とパスワードのこの ID になっているメールアドレスのことですね。今回ご紹介する方法では、この Apple ID のメールアドレスの部分だけを変更するので、Apple ID のアカウント自体は変わらずに、Apple ID に紐付いているデータとか購入履歴はそれまで通り使うことができます。iCloud に課金して使っているストレージとか、iCloud に保存している写真、入れているアプリや中身のデータ、課金しているアプリや契約しているサブスク、購入したアプリ、曲、本、Suica の残高、Apple Pay に登録しているクレジットカードなど、これらはそれまで通り使えますのでご安心ください。注意点としては、現在 Apple ID になっているメールアドレスが iCloud.com の場合は、こちらは変更ができないようです。キャリアメールとか Yahoo メールとか G メールといったフリーメールっていう場合に別のアドレスに変更することができます。では実際にメールアドレスを変更していきます。まずこの Apple ID のサイトにアクセスします。この appleid.apple.com っていうところですね。このサイトの URL は動画の概要欄にも貼っておきますね。 Apple ID のサイトに行ったら、右上の三角を押してサインインを押します。続けるを押してサインインします。そうするとこのサインインとセキュリティのページが開くので、 Apple ID を押します。で、ここで Apple ID を変更することができます。新規 Apple ID のところに新しく使いたいメールアドレスを入れます。で、もしこの時に通知用メールアドレスと同じにすることはできませんと表示されて、そのアドレスが使えないっていう場合は、一旦画面を戻って、この通知用メールアドレスっていうところからメールを削除しておくと、そのアドレスが使えるようになります。使いたいメールアドレス入れたら、Apple ID を変更を押します。そうするとパスワードの確認、Apple ID のパスワードを入力します。そうすると、今入力したメールに確認コードが送られました。メールアプリを開いて、Apple からメールが来ているので、メールアドレスを確認してくださいということで、ここに確認コード6桁ありますね。こちらの確認コード、入力して、続けるを押します。はい、これで Apple ID が変更されました。変更が反映されたかどうか確認してみます。設定アプリを開いて、一番上の自分の名前のところを押します。で、そうすると、ここに Apple ID のメールアドレス書いてあるんですけど、まだこちらには変更が反映されてません。ただし、この下の名前、電話番号、メールっていうところを開いてみると、今登録した新しいメールアドレスにちゃんと変わってましたね。こちらの名前の下の ID の方も、私は次の日に見た時にはもう変更が反映されてました。続いて変更後にやることを見ていきましょう。基本的には自動的に変更が反映されていくので、特に手続きとかはないんですけど、キーチェーンに保存されているメールアドレスだけ手動で変更しておきましょう。設定アプリを開いたら、少し下の方のパスワードっていうところを開きます。で、そうするとここに各サイトの ID とパスワードが保存されてるんですね。ここで一番上の検索で Apple と入れてみて、で、もしここに Apple のサイト、Apple ID が保存されていたら、ここはまだ前のメールアドレスになっているので、こちらを変更しておきましょう。編集を押して、ユーザー名のところを新しいメールアドレスに変えます。これで完了を押しておきましょう。で、もしですね、ここで Apple と検索しても Apple ID 出てこないようであれば、そもそもデータを保存してないということなので、特に何もしなくて大丈夫です。続いて App Store 見てみます。App Store のアプリを開いて、右上のアイコンを押します。で、こちらもまだ
新しいメールに反映されてないんですけども、これも次の日ぐらいには反映されることと思います。でこのアドレス変更してから、もし何か新しくアプリを入れるっていう時に入手をしてみると、まだここは古いアドレスになっていて、でインストールするとパスワードの入力が必要になるんですね。普段だったら新しくアプリ入れる時ってダブルクリックしてフェイス ID とかでできるんですけど、メールアドレス変更してから1回だけパスワードの入力が必要になります。それ以外はもちろん個々の入れているアプリとか課金しているアプリっていうのは変わらずに、各アプリの再ログインとかも必要ありませんのでご安心ください。で今回メールアドレスだけを変更したので、パスワードは今までと変わりませんので、今までのパスワードを入れれば大丈夫です。あとは設定アプリの方にアプリ ID アップデートしてくださいの通知がもしかしたら来るかもしれないので、その場合は新しいメールアドレスでサインインしてください。あとは他の端末、 iPad とか Mac でも同じアプリ ID でサインインしているっていう場合は、その場合にもサインインし直しとかは基本的には必要なくって、それまで通り使えます。もしかしたらその再ログインが必要みたいな通知が来るかもしれないので、その場合は新しいメールアドレスでサインインしてください。なので新しいメールアドレスとパスワード、パスワードは今回変えてないので今までと同じですね。そのメールアドレスとパスワードは分かるようにしておきましょう。ということで今回は Apple ID のメールアドレスの変更方法をご紹介しました。 Apple ID が古いアドレスになってたよっていう方は、使い勝手とかデータは変わらずにアドレスの部分だけ変更できますので、よかったらやってみてください。この動画が参考になりましたらグッドボタンお願いします。このチャンネルでは iPhone の便利な使い方や iPhone のお困りごとを解決する方法をご紹介していますので、iPhone を使いこなしていきたいなという方はぜひチャンネル登録しておいてくださいね。それではありがとうございました。